おはようございます。ナイジェルです。Today I'm here in Central Park to attend Japan Day! Japan Day! Japan Day! That's right, it's finally here. Today is Japan Day. We went in a long time for this, so I'm going to show you guys what's up for this year's Japan Day. Let's go. おととい、母の日に行われた Japan Day。ニューヨークへの感謝の気持ちを込めて、日米の文化交流を深めるニューヨーク最大規模のこのお祭りも今年で12回目。あいにくの雨でしたが、今年は5万人が訪れました。This is like our sixth or seventh year. We've been coming for a while now. We are fans of Japan. 日本人のね、日本の文化。あるいは日系人のこのなんていうのかな、団結を高めるという意味でもジャパンデーの意義は高まっているんじゃないかと思っています。12年かけて、ようやくって言いますか、ここまで規模が拡大してきたんだなというふうな思いはあります。日本の伝統文化、現代文化、そして先端技術などバラエティ豊かな日本が集まるアクティビティテントに参加者も夢中の様子。 Getting your face paintedLike it? What are you getting painted on your face right now? チャリティーテントにはチャリティーアンバサダーとして元 NHK アナウンサー久保純子さんの姿も。そんな中、今年初めて医療系テントも参加し、婦人科医による乳がんや子宮頸がんについてのトークが行われました。今日は母の日ですし、女性の検診一番多いのは乳がん、そしてティーンエイジャーのアジア人の方は子宮頸がんの予防の接種などもかなり遅れてると聞きましたので、両方を啓発していければいいと思いました。テントで紹介されていたのは婦人科系がん検診の早期発見が期待できる超音波機器。小さな医療機関でも手軽に検診が受けられる超音波機器の実演は来場者の興味を引きました。日本文化だけでなく女性へのサポートも見られた今年のジャパンデー。 Oh wow, look at this line. I wonder what it's for. 長蛇の列を作っていたのはフードテント。餃子やお好み焼きなど無料で日本食が配られ、毎年大盛況です。All these activities and this food, it has me feel like I'm visiting Japan right now. And I heard that a friend of mine is performing on stage today. Let's go check it out. バンドシェルで行われたステージでは、日本文化を中心にさまざまなパフォーマンスが披露されました。久しぶりですね。そんな中、今回ゲストとしてジャパンで初参加したのは、トイレの神様で知られ FCI ニュースキャッチではナイジェルとともにアーティストポップクリスマススペシャルにも出演したシンガーソングライター上村かなさん。すごい去年からジャパンで出れるの楽しみにしてたんで、もう準備簡単バッチリ頑張りたいと思います。母の日にちなんでステージでは家族に関する曲が披露されました。世界一号ママが作ったご飯、どんな高級料理も勝てないんだ。トイレにはそれはそれは綺麗な女神様がいるんやで、だから毎日ステージの鳥を飾ったのは世界110カ国以上で放送されたアニメ番組ハイハイパフィーアミユミのモデルにもなった女性デュオパフィーアミユミ。今日本当に今日が22周年なんですね、デビューして。なのですごいいろんなことが重なって、ぜひ来たいと思って受けさせていただいたんですけど、22年経って与えていただけたことがちょっと嬉しいんで、非常に楽しみです。パフィーの歌声に集まった日米のパフィーファンも大喜びでした。
I felt various kinds of Japan all throughout Japan Day today. It's been such a fulfilling experience getting to see people of all different types of backgrounds experience Japanese culture here in New York. またね。